シャミヤさん32パー、もう一回避けるけど出たありがとうございます。頼もしいね、本当に。いや助かったわ、これでもう勝ったでしょ。こっち先生もおるしね。イングリッドから始める。まず AT フィールド壊してから、いや強いわ。 AT フィールド込みでこのダメージ、ちょっと反撃気になるけど、あ、弓でもよかったな。くー、43パーやけど、これは回復案件か。うん、もうこのターンで沈めるし、で、ドゥドゥで落としてもらって、うん。はい。で、カトリーヌ。カトリーヌ後ろから、プスリと行く？多分追撃取れるでしょ、この感じ。ちょっと前に出ながら、小金で。あ、余裕っすわ。ワンチャンクリティカル。やっぱすごいな、シャミヤさん。32% あったもんね。はぁ、やっぱ技すごい高いもん。で、先生、いや、先生、まあ、いっか。先生で落とすか。うん、ちょっと前に出ながら。みんなどうした？ファイヤーで96入ったぞ。ああ。じゃあもう、ここワンパンでしょ。あ、弓使えばよかった。弓なんとかエスプラとかやってみたいね。でも、ディミドに関しては槍使わしといた方がいいのか。うん。そっか。ディミトリの永遠の遺産もあるしね。間違いなく槍だし。よう殴ってきたな、お前。勝負あったか。自殺。シンプルに。後ろの黄色取らせてあげたい。カトリーヌでいっか。あ、ドゥドゥ案外遅れとるね。馬足ドゥドゥで取るか。うん。案外もう佳境では。ね。あ、いや、こっちにもいてんのか。はー、じゃあ。イングリッドで受け、いやーやっぱディミトリか。全部来る。全部来る。ちょっと危ないか。ここで、いや弓か、相手。詰めとくだけにする。引き付けときたい気持ちもある。あと一歩出たらエグいんやったよね。弓だけが来んのか。正面、もちろん、いけないよね。両サイドから登ってかないとか。引きつけるか。うん。鉄でも持って、一応、若干回避率を。イングリッド回復しないと。うん、リカバー入れて。経験値うまいのよ。だからレベル上がってんのか。さ、こっちはもう、これ倒してしまえば、勝ちやね。いや、すごいな。盗賊に追撃取れるってなかなかやけど。強なったな。あ、めいちゃん。めいちゃん、わ、すごい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 。え？全品？強くなったみたい。ここで全品。いや、もうなんか、物理で育てても全然物理に強くなるんすね。よくできとるわ、このゲーム。ちょっと隊長行ってもらおうか。危ないか。来るね。これが無難か？で、そう、アッシュももう、弓極めよっか。うん、はい。もう完全に見た目ボーナイトやもん。よし。あ、金ハン持ってねえんだったわ。そういえば。そうだわ。もうしゃあない。いやもう。違いがもうわからんわ。ボーナイトと。
ソシャルボーナイトの違いが。これいただいとくか。うん、意味使おうか。すげえ、全部クリティカルじゃない。恐ろしい。あ、2個パグってた、あいつ。欲張るね。うわ、勝て、1だわ。で、こっち魔法使い多いか。いや、結構痛いね。で、前に来る。あ、両サイド同じ編成か。あいつなんなん？なんで真ん中行ったん？続々と前に来る。一人一殺したいところやね。あ、フレンちょっと遅れたな。経力使うか。これでシャミヤさんを一気に前線に送る。どうすかな。経略。いや、3体までしか飛ばせんしね。うわぁ、ちょっと辛いな。注意して動かないと。近接で殴って、こればっかりは、だな。近接殴って飛行。はい。はいはい。これが戦いなの。倒して、戻る。結構追っかけてくるね。ここで計略か一発。セリでいっか。50% しかねえ。50% しかねえ。あ、これいいな。70% 頼むよ。よし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 。これで動けなくなるから。うん。で、後ろのこいつが狙ってんのか。まあ、このぐらいいいんじゃない？なんで、チリルで、このアーチャー、65まで来たけど、普通に殴った方がいいか。そういえば、馬降りたらなんか命中高くなるとかっていう話なんですけど、そんな変わるんかな？ここでやってみる。普通に殴ると 100%。これじゃ、これじゃ検証できんな。あー、ダメだわ。普通に命中がありすぎる。あ、釣りに来るようになったか。まあ、いっか、これはこれで。倒して。よし、うまくいった。うん、下の、あれも開けちゃおう。さあ。こっち、あれ行っちゃうか。殿下の。殿下の宝刀。これ一番食らってる。違うな。あのアーマーを中心に、うん、これが一番ベストかな。廃人射撃かな。すげえ強いもん。余裕で 100% やったしね。ここにいていいんじゃない？詰めてもいい気がする。うん。で、届くか。ダメか。じゃあ、これでアーマー落とすか。よし。いや、力あるからね、カトリンさん。あ、カトリンももう A 近いんだ。力27。これ考えると先生結構低いね。やっぱ後衛しかいらっしゃないしね。ここで、こいつも動けんしね。下のアーチャーほっといても、動けないから攻撃もできないし、うん、このままいただくか。意味使っちゃおう。あー、てかイングリッドも槍のあれか。エイの遺産持ち、槍の方がいいんかな。普通に鉄で殴ったら終わりそうな気がする。鉄、あ、鉄持ってねえ。マジか。あれ変わんだっけ。まあ、いっか。魔法もちゃんとあるし。避ける。よし。次は誰です？お、式。式、それでも C か。そんなにいってないね。で、ドゥドゥか。パラディン進めるね。ことか。川の盾。うん。
いやもうあいつ、あいつなんなん今のやつなんなん、ゼリルとこのシャミアさんとほぼクリティカルやけど、あ動く限定、えじっとしとる約束じゃないですか。ちょっと待って、絶対ディミトリと遠征の会話あるし、なんとかあっちに送らないと。うん、これいただいとくか、弓で。みんな弓使えるのやっぱ強いわ。で、このままでいくか。いやー、ちょっと送らないとな。あ、あれ、吸力？あー、そっか、攻撃系にしたんだわ。もう横行くか？グイッと、こう。パラディンやしね。いや、担ぐとか使えたらな。あ、今失敗した。あー、でも誰も減ってね、ヒットポイント。どうなってんの、これ。やっぱヒーラー、一人でも余裕なんすね。やっぱハード、2周目のハードやっぱすごい、簡単っすね。完全に遊んでますもん。魔法棒いっちゃう。銀。あ、銀でもいける。逆に、鋼持ってねえんだ。もったいないけど、銀棒で。よし。これくらいはできますよ。で、もう明らかにこっちが来とるもんね。誰狙いな？ゼリルかな？あ、シャミヤさんかな。シビジョンはやっぱり低いわ。体調で、どうしよう。あれやっぱり速さ遅いな。シンプルに。結構速いイメージあったんやけどな。ここ取っといて。あ、ありがて。鉄プラス。はぁ、じゃあ、ここいただくか。このまま遠征待ち受けて、あんなグイグイ来るかねっていうか。よし。でもなんか錆びた系が結構溜まった気がする。結局あれ連成しても、鉄とかにしかならないですからね。アサシンのあいつめんどくさそうやな。さあ。ほんまイングリッド後ろの魔導士取ってもらおうか。急げ急げ。あ、もう届いてんの次。はぁ、結構痛いね。ディミトリ。ツイリルが大人気すぎるんか。いや、案外、ちょっと戦力間に合ってないぞ。この階段下で受けるにしても、ちょっと、先に手出しとくか？軽力打っちゃう。エンデさんピオらせる。ありじゃねえ。ありじゃねえそれ。エンデさん後ろ。地獄で寝てろ。エンデさん後ろ。あ、エンデさん。エンデさんピオ、あ、効かないやつか。効かねえやつだ。なんだっけ。星、巨星、あ、大小星、そうそうそう。あ、大撃とか。うわ、封じ系もすごいな。うわ、一発もらったらすげえだるいな、これ。はぁ。了解。ここで受けてもいいね。メトジェ、毒の剣。メトジェイ君受けちゃう。あ、ツイリルの方が勝てんのか。じゃあ、こうかな。ちょっと毒も気になるけども。蹴り打っちゃうか。使うだけで、ステが上がるので。よし。ありがとう。こんなもんかな。うん。さあ、もう、佳境ですね。悪い顔するね。うちのツイリル君強いよ。じゃあ次取られるか。うわ、やば、死ぬ。あ、てか、
キーハンねえの忘れとった。え、毒大丈夫かな、死ぬこれ。ゼロダメージゼロダメージってこと、毒耐性持っとったんかな。さあ、いやもう絶対会話あるでしょ。あ、倒せちゃう普通にあー、サンスクリーン無視しとるけど、やばい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 。一応毒で死ななくなってんのか、ごめんツイリル、申し訳ねえ。いやどうすかな、シャミヤさん使ったし、これ追いつけないか。いやもうこのターンで締めるしかない。当然エンティ倒したら終わりやね。うん、やるっきゃね。ドゥドゥでさすがに、うわ 50% しかねえな。多分なんかあるんやろうね。うん、じゃあ、喋った、ごめん喋った一般会話あったわ。あ、大撃か今の。うわ、ログ見れんかな。完璧にねえだし、あ、これだわ。これ使えばどうする、もう一回やれるね。いや、こういう使い方もできんのか。完璧に忘れとった、すげえ連打しとった、うん、命がけだぞ。これだけかディミトリともあるだろうし、まあドゥドゥとエンテイも因縁のあれだからね。どうすかな。シャミさん意外とレベル上がってないしね、うん、こいつちょっとしばいて、うん、メトジェイ君をいただこう。ごめん本当に、これはツリで取らせるか。フレンで一発殴って、うん、 100% よし、このままいける。これでまたツリルで、おっと鋼ならよし、よくもやってくれたな俺のせいなんやけど、遠征のことかな、映画かな。よし、さあ締めだ。後ろ倒せるかな、え、登れない、え、なんか横通過できんとかっていうスキル、え、天下のパラディンこんな動けなくなる、はあ、なんかあるんやろうね。切り込むか、じゃあ行くか、せっかくの鉄で、うん、100% だから倒せる。あれなら一発あんま変わらんか、うん、死んでいただこう。絶対会話あるよね。忘れたと思わせない。ダスカーで何人が死んだと思っている。あのと、その時も遠征が来てたのかな、この姿で。同じ言葉を繰り返して何になる。目して戦う。近づくスタイル。あー、ごめん。アップさせようと思ってプラス押しちゃいました。あ、まあでもちょっとした煽り返しみたいな感じやったね、うん、もうせっかちなんやから、先にプラスで飛ばすべきやったな。あ、ログある、これか、喋れる。いや便利ですね。こうるさきもの、こうるさき本で、くっと。さあ、仮面でも外れるか。何びっくりしてんのこれ。うん、うん、これは初見やね。うわー、悪い顔。こんなことがあるか。あの得意った。あ、こんな感じなんだ。
あー、ボイスチェンジャー付き言えてない。ボイスチェンジャー付きの仮面が。はあ、探したぞ。その首を跳ね落として。あー。帝都の門にさらして。ちゃ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 。いける。強。おお。え、ワンチャン取れるぞこれ。強。え、アイアンクローで殺した今の。おお、プロレスラーかよ。うん、あ、全部漏れたね。錆びた弓。え、今、え、報酬がこれ？あ、あれかパルティアとかになるやつかな。あ、ありがてえこれ。フレ持たせてるやつ、あの、うん、成長率上がるやつやね。これ、うん、ありがてえ。で、パスもありがて。シルバー落ちるからね。あ、テューンって消えたけど。テューンって言ったけど、死んだわけじゃないよね、当然。炎帝は死ぬわけないからね。絶対に。なんならもう次の章、再びじゃない？おぉ。でもこの格好はもうクロード編でも見たことある気がする。それもこのタイミングだっけ？貴様の首をねじ切る前に、一つ聞かねじ切るの。スパッと行くんじゃなくてもうグリングリ回してねじ切るってそういうことだよね。私の邪魔をしないで。ああ、これは打倒セイロス教会かな？貴様に口を開く許可を与えたつもりはない。うん。俺の質問にだけ。とりあえずこっちが勝ったからね。エンテ。うん、いや、エーデルガルド。とうとう聞けますよ。なぜあんな惨劇を引き起こした？教えてくれるかな。え、4年前やよね。え、絵が13歳、ディミトリも13歳。どういう状態か、なんかな。自分の母親を殺しておきながら、何一つ顧みることはなかったのか。でももうガチでこの姿でいてたってことがダスカの悲劇に。言ったはずよ。私の知ったことではないと。本当に知らんのかなじゃあ。そうか。命令した立場ってだっけ？愚かだったな。だいぶ煽るね。あおい、まだおった。地味。増票風情が。強すぎ、殺されたな。ワープできたね。ああ、すっげえ。どこへ逃げようとも。すっげえ、ワープ。みんなワープ使えるのかな。必ずあなたを捕らえます。ああ、怒らせた。あなたはこの聖母を怪我し、主を貶め、同胞たちを辱めたのです。ああ、もう激横ですね、これは。その罪は。たとえ煉獄の炎で焼かれようと、すべての血炎帝なのに煉獄の炎で焼かれんのかな。上に戻り、今後の方針を急に冷静になったね。そうでもないんかな。今後の方針、帝国側と全面戦争の、まあ何もしなければやけど、その帝国側。ただその流れは変わらんよね。生徒編。さすがにクロード編とディミトリ編は一緒の最後になるんかな？うん、大丈夫か。まさかエーデルガルドか。下は下がすぎるから上かな。大丈夫か。うん。仕留められなかった。惜しかったね。殿下。ドゥドゥもちょっと、がっつりいててもいいレベルじゃないこれは。エーデルガルド。殺す、うん、俺の手で義理の姉ちゃん。さあ先生、大修道院に戻ろう。俺たちは俺たちのなすべきことを話さなければ。いや、一気にもういろんな目的ができたねこれで。ただ来月それを頓挫させるというか、もう先制攻撃受けるからね。ようやく本当の顔を見せたな。誰のことかな？ディミトリ？
かつて俺が見たあいつと同じ。殺しと血を好む獣の顔を。結局いろいろ支援会話はあったけど、ここに来てなんかまた溝が深まった感じがするね。違うわ。きっと、きっと何かどうしようもない事情があったのよ。全部出すから悲劇のあれに繋がるからね。そうならざるを得んって感じでしょ、ディミトリは。あいつが4年前の事件をずっと引きずってるのは分かってたさ。絶対引きずるからね。敵を打ちたがるのも、まあ分かる。目の前で家族も仲間も皆殺しにされたんだ。これだけでも、このワードだけでもえぐいもんだよ。けど、本当にそれだけだと思うか。あ、これはエガとの関係なのかな、義理の兄弟。そうよね。ディミトリがおかしくなったのは、遠征のおかしくなったのは、もうおかしいと思われてるんだ。あの二人、もしかして、ああ、鋭い。関係があるんでしょうか。さすがやね。教団はコドラを支配する始まる欲望のために競技を始まりますね。人々を欺いてきた。うん。かつて帝国を分裂させて、いやもうこれも三作とかないんかな。そんなことしてる場合じゃないもんね。それらはすべて人々を争わせ、いや始まる。民を脅かすことで己の権勢を保つためだった。女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め、そう税を尽くす偽善者たち。これは実際間違いじゃないからな。結構どっちが正義かと言われたら、案外こっちなのかもしれんね。彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれる。いやー、このルートも早くやりてえ。ゆえに私は決断、一番最後にしようと思ってるんですけど、アドラステレアがラスボスね。エーデルガルとフォンフレスベルグの名において、あ、始まってしまう。ここに戦闘との開戦を宣言する。始まってしまった。信じられん事態だ。やばいね。状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス正教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。すごいね。かなりのそれだけ戦力あるってことなのかな。帝国結構イーブンなイメージあるけどね。ファーガスプラス同盟領プラスセイロス正教会か。結構強いぞ。宣戦？聖戦？宣戦？ん？宣言に行くさから宣戦やな。エーデルガルトは父を退位させると、自らが皇帝になった。ああ、そんなこともしたっけ。彼女はセイロス正教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。もう大義名分は必要やからね。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。始まりました。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。これ確かそう、アドラスティアの一般生徒戻れないんですよ。そのドロテアとか、それでまた複雑な感じになったというか、確かそうやったはず。散策はだからあったんかな。先生、いや続くな。教団に宣戦したと聞いた。ま、遅かれ早かれこういう日が来るのは分かってた気もするな。本当に？えらい察しがいいね。それは私たちどうなっちゃうんでしょうか。これはもうディミトリ以外もう穏やかじゃないよね。まあディミトリも穏やかじゃないけど、心配するな。今は続報待とう。いや、続報つってもな。どっちも気休めでしかないよね。今は続報待とう。そう楽観的ではいられません。王国に侵攻が及ぶ可能性は十分あります。ファーガス側も行く？おい、落ち着けって、イングリッド。この状況で国に戻った方がいいんかな。何ができるってんだ。
僕たちがむやみに動いて状況を悪化させるわけにもいきませんからね。さすがに一緒やよね、クロド編と。やはり状況が判明し次第、一刻も早くフェルディアに。フェルディア、ファーガスの王都だっけ。殿下、何を思ってますか。